こんにちは、カウパパです、見ての通りですね、上高地のバスターミナルです、今日はですね、ちょっと今の段階ではまだ決まってないんですけど、槍方面に行くか穂高方面に行くか、まず横まで行ってですね、まあ大体9割方槍と思ってるんですけど、まあちょっと歩いてるうちに考えを固めてですね、行きたいと思います。いやすげえな、外人ばっか。焼け岳はね、雲の中だね。はい、おなじみ清水川。明神です。はい、徳沢です。去年よりも色づきはまだ遅いですね。去年はね、いい感じで紅葉してたんだけど、漁港に着きました。いや、ちょっとね、肌寒いんですけど、まあ、自分汗っかきなんで、こう半袖でちょうどいいぐらいですね。はい、漁港からですね、槍沢ロッジに行くことに決めましたんで、ここから1時間半ぐらいかな。はい、向かってきます。今年の7月、実はですね、動画にはしてないんですけど、こっち来てるんですね。でその時はね、あそこにくっきり槍が出てましたね。今日は槍様も雲の中っていう感じですね。残念。見えないね。うん、まあ。一の又です。はい、一の又3時14分、ね、はい、休憩。おう、いやー気持ちいい。
はい、3時25分二の股です。よし行こう。なんとかね、4時ぐらいには槍沢ロッジに着きたいね。よし頑張ろう。水面に紅葉が映ってます。素晴らしい。でここがおなじみ槍沢ロッジですね。コースタイムよりもですね、かなり早く着きました。あった。おお、いいんじゃない。やった、個室だ。いい、ね、2名様ですね、はい、お弁当退室の際にこちらでお渡しいたします。2名様、はい、ご主人様、こちらです。こちらのテーブル、一番手前お座りください。はい、はい、こちらです。お願いします。はい、今4時16分ですね。槍沢ロッジを出発して、槍ヶ岳に向かいます。前もちょっと触れたと思いますけど、このルートはですね、まあ、今年の7月にも、登ってましてですね、これ動画にはしてないんですけど、おなじみの道っちゃ道なんですが、この時間帯に登るのは初めてでしたね。昼間と夜ね、またちょっと趣が違うんで慎重に行きたいと思います。1990なんで、はい、大曲がり来ました。いや、ちょっと時間より早く来た。大曲がりで飯の予定だったんですが、やっぱ暗いから、うん、はい、槍ヶ岳方面に向かってきます。はい、今5時36分ですね。ほんとだいぶ明るくなってきた。ここ谷だから、まあ、昼間でも暗めなんだけど、それでもだいぶね、いい感じになってきましたね。こっから一気にね、開けてきたんで、疲れも吹き飛びますね。まだまだ槍は見えません。はい、今6時17分ですね。腹減っちゃったんで、槍沢ロッジのお弁当です。お、酢飯の匂いがするんだよね。お、はし、お、いいね、竹の包紙に入ってる。これなんだっけ、なんつんだっけ。ちまき。あ、ちまき、ちまき、ちまきじゃないでしょ。ささずし。お、すごい。うん、寿司だな。うん、いや、匂いも寿司でしょ。うわぁ、どれどれ。うん、まあ
おい、来た。6時46分。はい、天ヶ原分岐です。いや、来たね。おい、開けた。槍ですね。槍ヶ岳山荘も見えるね。いや、疲れた。こっから登ってくんだ、また。バンリュークスですね。今日中入ってね、なんだって余裕もないんだけど、いやーすごい雲海。あ、下界は雲、曇りなの。で、いやー、セッションヒッテが、ね、目の前になってきましたけど、肝心の槍はまだまだ全然っていうところで、あとね300って出てますけど、だいぶ登ってきたね。あそこがね、摂政ヒュッテ。で、左斜め上にですね、ヒュッテ大槍ですね。共に営業は終わっちゃいました。はい、10時9分。いよいよ槍をやります。ピーッと、何が
ちは。こんにちは。ありがとうございます。はい。ここでいいんかい。ゆっくりでいいからね。慎重に降りてます。
いや、皆さんいなければこっちの方が楽なんで、なるほど、ズルしちゃおうかなと思ったんですけど。あれ、まだあんのかな。んだ、北穂高だけど、北穂高からこっちに流れてるのが久しぶりだから。おお、今のせい、今のせいね、左にこんな怖かったこれの下りも怖かったですもん僕ここで怖い言うと、ことすみません、1枚撮ってもらってよろしいですか。すみません、これちょっとシャッターオンにならないんで。バックは、あれが落ちますんで。Thank you.
すいません。はい。すいません、もう一枚お願いします。はい。シャッター音がせんの。そうなんですよ。三枚撮った。バッチリです。ありがとうございます。11時28分はい、無事生還です。ね、行きはねどっちかって言ったら、まあ、腕力があればグイグイ行っちゃうかもしれないんだけど、帰りは緊張しますね。ね、穂先から降りる第一発目の階段ね、ドキッとするんだけど、本当あとはね、僕は高所恐怖症なんで、なるべく下を見ないようにということでね。いや、はい、帰ってきました。山荘を出て上高地方面に戻ります。一応予定はですね、うー寒い、あーすいません、やりさぐらいかな、やりさぐらいで夕方4時ね。また来ます。